して続けてまいりましょう。くまモンの向こう側、今控えるように座ってくれているお友達、続いてご紹介しましょう。佐賀県のキャラクターです。カラワンくんです。カラワンくん立ち上がって挨拶して。イエーイ、ジャンプで立ち上がってくれました。また隠れちゃった。あとせっかくなんでみんなに顔を見せてあげてください。カラワンくんとくまモンってなんだろう、ジャンプ対決みたいになってるけど、いいんですよ、どっちがより飛べるとか別にやらなくていいですよ。大丈夫大丈夫、おとなしくしててくださいね。はい、カラワンくんなんですが、佐賀県のキャラクターです。よろしくお願いします。さあ、そしてカラワンくんの前にいるキャラクター、続いてご紹介しましょう。熊本県赤牛くんです。赤牛くん、よろしくお願いします。お、スピーカーに当たっちゃった。大丈夫かな。はい、気をつけてね。赤牛くん、巨人の星、田舎ペ大賞の作家で知られる漫画家で、熊本県在住の川崎昇先生が阿蘇をテーマに作ってくれたキャラクターなんです。さあ、熊本の赤牛くんです。よろしくお願いします。さあ、続けてまいりましょう。お隣にいるのが大分県のキャラクターメジロンです。メジロン、よろしくね。さあ、このメジロンは大分県の応援団長です。団長の長の字は鳥という字を書くんです。鳥さんのキャラクターなんです。さあ、メジロン、よろしくね。さあ、そしてお隣参りましょう。二つのキャラクター続けてご紹介します。長崎県のキャラクターガンバくん、ランバちゃんです。はい、ガンバくん、ランバちゃん、よろしくお願いします。ガンバくんとランバちゃんなんですが、長崎県の鳥であり仲のいい鳥として知られているおしどりがモチーフになっています。元気いっぱいな少女の姿、チアリーダー姿のランバちゃんとスポーツ少年のガンバくんという二人です。二人、よろしくお願いします。さあ、そしてさらにお隣にいるキャラクターが鹿児島県のキャラクター桜自慢です。桜自慢、今日はよろしくです。桜自慢は平成20年に開催されました第21回全国健康福祉祭鹿児島大会年リンピック鹿児島2008のマスコットキャラクターとして登場したキャラクターなんです。さあ、ということで九州ゆかりのキャラクターたちがこちらステージ前に登場してくれています。さあ、いろんなキャラクターがいます。普段はなかなか見ることがないみんななので、じゃあみんなでグループショットの記念写真を撮影しましょうか。さあ、じゃあ位置の確認はこれでいいかな。今いる場所でみんなから写真撮ってもらえそうかな。